ボケてるところに何があるのか、見てくれた人にとって過去の記憶だったり思い出だったり、そういうのが蘇ってくる一つの装置みたいなものであればいいなと思ってますね。見えづらさの中にあるリアルな景色を追い求めて、ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家角谷起生、何気なく撮影したスナップ写真を題材に描く彼のこだわり、それは景色をあえてぼかすこと。タイトルもフロスティッドウィンドウ、すりガラス窓っていう意味なんですけど、ボケている表情を描いているっていうよりかは、見ることをなんかこう阻害するノイズのような感覚で捉えています。隠れてる部分っていうのを見る人に想像させることで、なんかその人のリアリティみたいなものにフィットするようなものになればいいな。鑑賞者によって見方の変わっていくぼかし、曖昧で実体のないこの景色がなぜリアリティへとつながっていくのか。人によって自分のリアルな景色とか原風景的なものとか、そういうものって違うと思うんですけど、ボケてるよくわかんないものを見て想像するっていうのは、その人の経験とかこれまで見たイメージっていうのを反芻することだと思うんで、なんかそれで生まれたものがその人にとって一番リアルなイメージなのかなと思って。ぼやけた先に見える自身の経験からイメージする景色、それは鑑賞者の記憶に作用し、それぞれのリアルになっていく。外歩いてたりテレビ見てたり、なんかそういう時間の中でも自分の見え方もすごく変わっていったりして、だからなんか絶対こうっていうものがあんまりないというか、もうその人なりの感じ方でそこに何があるのかとか、その景色自体を解釈してもらえればいいなっていうふうに思ってますね。多様な価値観が交わる作品を作り続ける画家角谷起生が目指すこれから。解釈の多様性というか、相手に委ねられることで広い解釈が生まれてうまくいくみたいな、そういうのってザ・日本っていうか、すごい生活に根付いた価値観だと思うんで、自分の作品を通して海外とかの人にも自然と受け入れられると嬉しいなって思いますね。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。金沢市アスターにて北陸初のブレイク前夜展後期が開催中。日本を代表するキュレーター秋元裕二セレクションのアーティストが集結。詳しくはオフィシャルサイトまで。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。